FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。8月1日火曜日、サザンブリーズの時間です。はい、お願いします。トロピカルビーチギノワンのトロピカルビーチから今日もお送りしてまいります。この後6時まで生放送でお送りします。はい、お願いします。トロピカルビーチのただいま売店の中から喋っていますよ。はい、ビーチにお越しの遊んでる皆さん、こんにちは。こんにちは。こちらです。こちら、誰か気づいて売店のところで喋ってますよ。今日もいい天気ですね。いやー、すごいですね。今日はまたこのね、8月1日、もう暑さ満タンですね。すごいね。あー、もう人も多いし、今日はね、もう結構陸にいるより海の中に入ってる人が今多いですね。うん、そうですよ ね、 ビーチパーティーしてる人ももちろんいますし、うん、泳いでる人が多い。ああ、そうですね、うん、どうしたんですか、今日は泳いだんですか。まだ毎週毎週。いや、今日もね、今日実はちょっとね、はい、あのこの番組の前に、はい、また言い訳かみたいな。いや、番組の前はあの、はい、今のミュージカルの公演に向けて稽古をしてるんですよ。はいはい、でそれがあって、でこの本番にちょっと間に合わないんじゃないかなと、はい、いうような状況だったんですけど、なんとかちょっと早く終わって、うん、来ることができたんですよ。なんですけど、まあ、ちょっとまだ入れるだけの時間に余裕はなかった。ああ、そうですか。はい、それは仕方ないですね。そうなんですよ。一応さっき海見て、うん、東さんいるかなとか。いや、迷った。マジを探したんですけど。迷ったんですよ。いや、だから迷いすぎですよ。夏終わりますよ。いや、このまま終わってしまう。迷わずでも。あの、お届けしているのは FM キの渡辺由紀と、はいはい、東克明です。よろしくお願いします。いや、今日ね、本当に泳いだ方が良かったです、うん、今日は絶対。いや、今日は泳ぐべきでした ね、 ね。あとね、さっきちょっと帽子かぶって歩いてたら、うん、もうすぐ飛んでいく。すごい風が強い。風もね、強いですね、今日は。この FM キノワの上りもパタパタパタですね、うんうん、すごいですね、なびいてますね。はい、で日傘もちょっと刺そうとしたんですけど、うん、相当力がいります。そのまま飛ばされそうな、今日本当に風が強いですね。本当に、うん、まあ、でもちょうどいいですよね。風も強かった、そうですね、涼しくて。これまた風があるから、ね、このぐらいの、ね、いいし気持ちよさですね、うん、はい、皆さん楽しんでますかね。さあ、いいな、いいな、私も泳ぎたいな、ね、はい、いいですね。ではね、はいはい、今日もお送りしていきましょう。今日はね、テーマ、うん、夏の宝物というテーマでメールを募集したいと思いますよ。夏の宝物、はい、はい、なんか思いつきますかね。なんですかね。宝物、まあでもなんか夏の宝物って、まあ、大事にするものとかってことですよね。そうですね、なんかちっちゃい時集めてたものとかね。まあ、例えばなんかセミの抜け殻とか。抜け殻集めてたんですか。集めてましたね、無駄に集めてましたね。すごい拾ってました。これは男の子はそんなもんなんですか。そうですね、まあ、集めて何をするわけでもないんですよ。あの、え、抜け殻ですか。抜け殻、抜け殻、死体の方じゃなくて、死体、死体じゃなくて、死体ってか、まあ、余養中の抜け殻、生きてるやつ、まあ、取ったりは分かるけど、もちろんね、そのセミ取りとかもやってましたけど、はいはい、うん、でもなんか抜け殻とかよく集めてましたね。なんだかうつろな感じです。うつろ、うつろかな。なんかそれがすごい、あの、魅力的。やっぱりね、セミは男の子からしたら、はい、うん、セミの成虫のセミよりも幼虫のセミの方が魅力的なんですよ。え、白い、白いというか、あの、今茶色のままとか、え、そうなの。あの幼虫の方が魅力的で、はい、だからそれがやっぱり見つけることが難しいから。あ、はいはいはい、成虫のセミはもうそこら中にいるじゃないですか。はいはい、なってるし、すぐ取れるし、でも幼虫はなかなか見つからない。じゃあほじくるんですか。ほじくったりしますよ。へー、ほじくるといえば今日ほじくった話をね、レポートこの後します。あ、そうなんですか。めっちゃほじくれました、私。あららら、何をほじくったんだろう。それは後で話しますね。はい、お願いします。あとね、あの、2週前に大綱駅の、うん、あの告知、あ、ギノワンクの方が来ていただいた。ギノワンの大綱駅やりましたね。初めて行ってきましたよ。行きましたか。来ました。どうでしたよ。あの、全然思ってたのよりすごかったです。え、盛り上がりましたよ。あ、もうすごかったですか。すごかったです。盛り上がり、やっぱあれね、説明すごい結構長い時間かけてしていただいたじゃないですか。でもあれ説明難しい、口で。まあまあまあ、確かに、まあ、見たら早いですね。でも5年に1回だからね、すごい人見に来てたし。あ、そうですか、はい、やっぱ5年に1回だったら貴重ですもんね。はいはいはい、
へえ、それならちゃんと綱引き参加して引いたんですか？あ、私は見てただけなんですけど、でも結構誰でも参加できたんですけどね、うんうん、あのなんか旗頭の側へとかがあって、いろいろなんやかんやあって最後綱引きやるんですけど、綱の上に人が立って、うんうん、日本の綱の上に、はいはい、でその先頭の人が、あ、先頭は輪になってるんですよ、綱の、はいはい、端っこは結んでるみたいな感じ、そう、それを合体させて一本の綱にしてから、うんうん、引くその合体させる前とかがすごい盛り上がる感じにやってるんですよ。へー、そこがなんかやっぱ持ち上げてまた下ろして、あ、そこがやっぱポイントなんですね。もうかっこよかったですね。はー、でそれどっちが勝ったんですか？赤組だけど、赤は面だかりだったっけ、うん、へえ。面だかりと苦心だかりに分かれていて、はいはいはい、これどっちが赤が勝ってた赤が勝ってた、とりあえず赤が勝ってた面白かったですよ。それで後からあの民謡ショーとかね、踊りとかもあって全部見たんですけど、うんうん、超楽しかったです。いいですね、はい、その思い出、ね、またいろんなところでね、大津綱引きこのぐらいから始まるじゃないですか。そうですね、そういうイベント ねぜひ地元のやつ皆さん行ってみたらどうでしょうかね、うん、はい、はい、あの皆さんのこのね週末の思い出とかもお寄せくださいね、うん、お願いします。宝物って思い出も宝物ですからね。いや本当そうですよ、はい、ではメールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。ぜひお寄せください。ツイキャスとユーストリームで映像と音声も配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができます。早速クリームさん、はい、いただいてますね。ありがとうございます。ゆきさん、アズマックス、こんにちは。こんにちは。東京は雨で涼しいですよって。そうなんだ。いいのかな。でも他には雨降らないとね。まあ、そりゃそうですよね。でさらにシュプリームさん、セイント君はどんな感じですかって。あ、水曜日担当。水曜日担当の。はいはい。あれですね。まさかあのミュージカルの話ですかね、はい。そうです。僕の主催してるミュージカルにね、水曜日のセイント君が。はい。参加してくれてるんですよ。はいはい、どうですか、皆さん気になるところじゃないですか。いや彼はね、はい、まあ、リスナーの皆さんはねお分かりだと思うんですけどね、はいはい、彼はね愛すべきバカなんですよあ、そうですか。もう本当に、はいはいはい、もうね、もうね、いちいちねバカで可愛い。おいいですね、いいキャラですね。いや本当に、ね、うん、面白いですよ。またね、その彼にぴったりの役なんですよ。あ、でもこれ人を見てから役考えるって言ってますよね。いや、そうです、そうです。そのちゃんと当てはまっていい役になってるんでね、本当に。で、ちょっとね、またそのセイント君もね、なんか、まあ、そのミュージカルの話とかもしたいですね。あー、このね、火曜日にもぜひ読んでね、うんうん、ね、本当に話していきたいですね。はい、はい、じゃあ今日はあのテーマはね、夏の宝物ですから、皆さんメッセージお待ちしております、はい、お願いします。では、一曲お届けします。はい、読めないし、また読めない。だってこれあーあーですか。いや、ううですか。違った、タイトル、タイトル、ううううです。いい、もう熱熱っ、こんに熱い。宮城さん、こんにちは。こんにちは。夏の宝物。夏の宝物。
どこが影かが影を探してる。やばいです、ルドルフさん。はい、これ観客がもうテレビ見て、もしなんかね、違う違う、こっちの観客が揃いすぎてて、ちょっとね、CM 明けに、CM 明けにちょっと話してから、はい、サンブリーズお送りしております。やってまーす。あの、ね、今目の前でなんかテント畳んでる人いるじゃないですか。はいはい、こっちから喋ってますけど見えますか？あれいいですよね、あの一人用のテントみたいな。あ、いいですよ、折りたたみのね。あの今噂してるの聞こえてるかな？すいません、今砂払っておられるんです。失礼します。あビーチでいいですよね、あれね。いいですよね、日陰になって。今日とかパラソルもうす
ごいパタ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 の開きまくってますね。ねえ、なるからこんな時に、日差しもちょっと防げるし、今いろんないいグッズがありますね。そうですよね。あの、はい、ね、めちゃくちゃ眩しいスタジオからお送りしてる、お送りしてますよ、はい、ガラスさんが目に悪い職場ですね。そうですね、日差し強いですよね。今日ちょっと見てください、このガラスに毎回なんかいろいろ塗装してるんですけど、そうそうそう、全然ダメですね、今日ね。でもね、毎回ちょっとずつ進化してるんですよ。車の、 あのサイドウィンドウのところに、はいはいはい、日よけのね、日よけを貼ってみたんですけど、うん、何もですね。でも昨日ね、オートバックス行って、あの、もう運転席の前のところに、あの、サンバイザーっていうんですか、日よけあるじゃないですか、もともとついてた、あれにちょっとひっつける黒いフィルターみたいなやつ買ったんですよ。これが上等で全然眩しくないんですよ、これやったら。それだけで、はい、サングラスなしでもいけそうな。そんなにですか。これちょっと夏の宝物かな。あら、ちょっといい一品を一手に入れた感じで。そう、なんかこんなのあったんだと思って。いいですね。はい、ああいうカー用品屋さんも面白いですね。確かに、いろんなものがあるから。ああいうとこ面白い。あ、うん、はい、あ、シュプリームさんからいただいてますよ。テーマの夏の宝物と、はい、子供たちが小学生の頃は毎年伊勢、鳥羽、島に旅行に行ってましたね。あの頃の思い出が宝物ですねと。あ、毎年行かれてたんですか。あ、毎年がいいな。いいですね、旅行で。じゃあもう毎年ここに泊まってとか、うんうん、お決まりの ね、コースがあったんですかね。まあ、それやると夏休み来たなと、はいはいはい、思うっていうことですね。いいですね、仲良し家族って感じ、ね、やっぱ子供の頃行ったのって覚えてますもんね。覚えてますね、うん、でやっぱ大人になって自力で行くようになったらちょっと感動するんですよ。あ、こんなに遠かったんだとか、そうとか、うん、まあ、子供の頃は連れてきてもらってたわけじゃないですか、はいはい、でそれを自力で行けるようになったんだとかね。あ、自分の足で、自分の足になった、そう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 、はいはいはい、いうようなね、それはちょっとなんか、あの、思い出としてまあ宝物になりますよね。自力で行ったことないですね、親が連れて行ってくれたとこに。あ、本当ですか。それは未だないです。なんかちょっと、うん、感慨深いですよ。長野県の黒部ダムとか行きましたね、うん、はあ、黒部ダム。今皆さん黒部ダム想像してみてください。めっちゃ涼しくなりますね。うわー、ね、確かに長野ってだけでだいぶ涼しい、ね、とか行ったけど、ね、ありがたいですね、親はね。本当にね、確かにその思い出ですよ。いい宝物です。はい、まあね、ちょっと1回ぐらいは夏休みにした旅行行きたいなとね、思いますね。旅行はね、はい、いいですよね、夏ですもん。はい、あの、まだまだメール募集してますよ、はい、797@fmginowan.com です、はい、あの、夏の宝物で今日は募集しております。はい、お願いします。さて、はい、では今日はですね、ゲストがいらっしゃらないんですけど、うん、はい、私取材をしてきたのでその様子をお伝えしたいと思うんですけど、あの、このすぐ近くにね、大山のタイモ畑があるんです。タイモ畑、はいはい、わかりますかね。宜野湾の人は皆さんわかると思うんですけど、すごいもう広大なタイモ畑が広がっているんですよ。そんな広いんですか。そうなんですよ、こんなにね、あの、割と都会じゃないですか、うん、なのにそこだけポツンと畑が奇跡のようにあるんですよ。で、その中にサンキューファームさんというところがありましてね、うん、そこの方が今年からなのかな、ちょっと前からレンコンもう始めた、タイモをやってる方なんですけど、農家さんで、はい、はい、レンコン珍しくないですか。レンコンですか、こっち沖縄では珍しいですかね。私ね、ハスが好きなんでハスの花見たくて最初探したんですけど、うんうん、東南植物楽園にしかないなとか、なんかそういうね、施設にしかないみたいな、うんうん、畑とかではない感じですね、多分。そうですね、うんうん、それをね、始められて、収穫をなんとこの土日から始めたということで、それを聞きつけて取材してきたんですよ。行ってきたんですね。はい、ね、で行ったら真っ白なハスが綺麗な花咲かしてましたね。涼しげに。はい、で、朝ね、6時、皆さん6時ぐらいから来られてて、私6時40分ぐらいに行ったので。それでも早いですね。そう、まだね、そのぐらいだと涼しかった。あ、確かに、はい、もうね、暑くなると作業が大変なんで、うんうん、そのぐらい早くからやっておられて、はい、で取材のつもりで行ったんですけど、はい、もう収穫することにして自分、まあまあまあ確かにね、それはせっかく行ったんだから。そう、もうハス好きだから、もうどうせだったら根っこまでこう変わってやろうと思って、うんうん、花が好きだけど葉っぱとかも好きだ
行きましたよ。で、あのもう捨ててもいいような格好して、畑入ったらね、はい、もう足入れたらズバーンって膝ぐらいまで沈むんですよ。ですよね。レンコンって深いですよね。深い。あれこれ止まる、これどうしようどうしよう。止まりましたけどね、一応膝ぐらいまで。そこなしではなかったんですけど、膝ぐらいまで入って。結構ね、硬い泥だったんですよね。そうですね、だいぶだって本当に泥って感じですもんね、泥泥の感じので、そこから茎の高さはね、2メーターぐらいまで高さがあって、そこに葉っぱが生え、うん、広がっていて、うん、その泥の下の方にはレンコンがあるので、まあ、私あの引っ張ったら、この茎のね、下の方引っ張ったらスルって抜けるかなと思って、うん、それはないそれはなかったですね。そんなんじゃなかったですね。ああ、ちょっと、はい、どんな様子だったかね。ぜひぜひ録音したのも聞いてもらおうかなと思います。お願いします。あ、こういうのすごで、聞こえました今。聞こえました。泥を避けながらね、掘っていくんですね。うん。はい。そうですね。すごいな、なんか、すごい肉体労働ですね、やっぱりこれ。ね。で、あの、なんか泥を、足はね、もう泥に、とどめられて、この、ひっ捕まえられているので、自由に動けないんですよ、あんまり。ああ、そうか。だからもう泥にもうお尻もベタってつけて、はいはい、で手の届く範囲から掘ってこう泥を避けていくみたいな。なるほど。泥と一体となってそうやり続けるんですね。でなぜこのハスをレンコンを始めたのかっていうのを聞いてみましたのでお聞きください。はい。あれ違うな、これ違う。まだ今掘ってるところですね。おお。長いのが僕今映像でちょっと見させてもらったんですけど、はいはい、すごい長いのが結構長いのが、いや思ってた以上に長いのが長い、ね、取れてますね。はい、あのよく売ってるやつはポコッとしてるじゃないですか、うんうん、でそこそれにつながってる細い長いちょっと茎みたいなもんね。そうですよね。見えるやつも食べれるそうだね。ね、本当にだから細長い感じですよね。はい。わあ、すごい。これどれぐらい時間やったんですか？ね、今、30分ぐらい掘って今のところで、うん、もうちょっとこの掘ってる方はかかるかなと思ってたけど、ちょうどポッて取れたところに
曲をしてました。よかったよかった。このなぜこのねタイモ畑をやっている人が連行を始めたのかというのを聞いてみましたよ。はい、始めたか。へえ、だから とりあえずあれすごいなんかもうとにかく強いんですよね。レンコンがってそれはこの水の量がじゃないか土地の。あ、そういうことか。はいはい、ちょっと体毛やるには水が多すぎる 土地らしくて、うんうんうん、はい、ちょっとやってみたらどうかなってことで始めたそうですよ。はい、で芝この今これついこの前の土曜日の、はい、取材なんですけど、この状態になるまで、4ヶ月、3月に植えたそうです。植えてから4ヶ月、はいはいはい、3月の新月の日に植えたそうです。でなんで新月がいいんですかって言ったら、うん、地球の地、地面のエネルギーが充実するそうで、はいはい、新月だと。ということで3月の末に植えたそうです。それが今もう立派な輪行になってました。はい、すごいな。でもそんな4ヶ月ぐらいであんな立派になるんですね。あのね、普通に売ってるあの熊本さんとかのやつは1年ものらしいです、うん、だこの辺の品種なのかな、この辺の土地なのかな。なるほど。は年に2回取れるそうです。あ、なるほどね。はい、2回も取れるんだ。でちょっと他の作業してる人にも聞いてみましょう。はいはいはい。野菜屋さんが自ら作業されてて、すごい、すごいですよね。ね、はあ、まあ自分ところの販売するやつですね。はい、春ラボ商店っていう話出てきました。はいはい、聞きました、ね、聞きました。こちらあの泊まり、那覇の泊まりの、うん、外人墓地の脇の泊まり高校の入り口のところにあるそうですよ。はい。これもこのご主人自らがこう取ったりとか。はい、このサンキューファームの方ではないんですけどね、うん、この一緒にやってる、一緒にやってね、はいはい、あのすごくこの春ラボ商店さんは無農薬無化学肥料の自然栽培野菜を扱っているそうですよ。安全な美味しい食材を並べているそうですよ。いいですね、はい、そこの掃除ちゃんともしてやっていただいたら。でもこうやって本当にご主人がね、自分ご自身でその掘ってやってるから、ね、すごい説得力がありますよね、そこにも。そう、野菜屋さんがそこまでするってね、うん、普通ですか？どうでしょうね。いや普通は、まあ、基本はそのちゃんとした農家さんがいらっしゃって、まあ、契約してそこから、うん、購入してみたいな感じじゃないですか、言っても。ね、そうですよね。そこをね、自らこう作業されて、まあ、ちょっとそれもちょっと販売するっていうのはね、いいですよね。その方のまたその、あの、なんですか、接客にもまた熱がこもって、ね、接
説得力違いますよね。また別の方にも聞いてみますよ。はい。